はい、私のね、まあ、好きなカオペサウイヤっていうものをちょっと紹介したいと思います。思いますが、やっぱりね、車ってのはね、もうおかげさまで4000超えで5000超えました。でね、5000台いっちゃいましたね。あっという間でございますね。10年以上前から始めましてね、10台、1台、1台ずつ紹介したらね、あっという間に1000台行って、2000行って、3000行って、4000行って、そして5000です。どんだけそういったを持ってるんだとね、一人は言われそうですが、私はまだまだね、所有し続けたいと思います。で、5000台以上はね、5000台のある2時間の中で、なってきますが、この膨大な数はどんどん増えていく。一方といえば、一方なんですが、これもね、ちょっと同じやつをもう一台買ったんですよ。まあ、カーブがいいよっていうやつですね。で、これもう一台前にあるんだけど、もう一台これ買いまして、550円という、ね、こんな値段で売っちゃダメだろうっていうぐらいのね、値段になっています。中古と言うとね、中古って言ってもね、これもあの昭和の時代のトミカなので、日本製ですから昭和時代なんですよ。ですから今はもう昭和を通り越し、平成。その平成と言われた時代ですらもう過去の話になり、今令和と言われたんです。令和の時代に昭和のトミカが売っているっていうのは、ある意味驚きですよね。もうさすがにないだろうなと思っても、最近いろんなね、リサイクルショップに行っても、やっぱりこうもうね、もうちょっと絶版になったりすると、もう売らなくなってきましたね。昔あの大きなね、ちょっと街の大きなところに行くと、ちょっと前まで実売したやつは、まあたくさんあったんですけども、最近はね、もうちょっともう前の絶売した、ちょっと前ぐらいに作られた、数年ぐらい前に作られたミニカーです、トミカですら、もうほぼない状態なんですよね、最近。だから、もうミニカーの状況下っていうのがどんどん、まあ厳しい方向になってきてると。まあその一つの理由としては、いろんな人がほら、ミニカー動画だ、ミニカー動画だってたくさん出すでしょ。で、しかも中にはもう買い占めだけ買い占めて、で、どやみたいな感じで出したりしているでしょ。で、大体ほら、みんなお金したらいけないんだけども、通常版買ってくる。で、初回版も買ってくる。ね、で、二つ同時に買ってくるわけ。で、大して違いなんてないんだけど、まあ、最近トミカはね、初回だけグレード違いってちょっと別種類みたいなのを作っちゃったから、余計なんですよね。だから、それでもう通常版買ってくる、初回版買ってくる。コレクション用に買うみたいなね、ひどいありさまで。で、みんなそういうことを他の人たちがやり出すと、みんな我もという感じで、みんなそれを買い占めるっていう、ある意味転売に近いっていうかね、まあそんな感じですよね。だからこういうものを見てると残念だなと思うんだけど、そういった人たちがバンチャかバンチャか買ってくるんですよね、動画に出すためにって。だから、ちょっと数年前まであったミニカーが今ほとんどない状態です。ですからましてはもう昭和とか、2008年、2010年あたりに作られたトミカですらもうね、ほとんどお店にはもう出回ってない。みんな中古であっても現行品のちょっとこうクタンクタンになったやつというか、現行品でちょっとこう遊び倒したような感じのやつが多かったりしてるので、それ以前のものというと、ほとんどもうないです。こういうのはね、本当に残念だなと思うんだけど、まあそういう人たちが、お店に行って買い占めたり、ね、今度はリサイクルショップ行っても買い占めるし、そうすると今度はネット、メリカリとかオークションとかね、まあそういったところでも多分買い占めが行われてるっていう状況で、もうほとんどないんですよ、昔のやつは。ましてはこの昭和時代のトミカってのはほとんど見かける機会がほとんどないので、まあこれらは、カーブザイヤーには、まあふさわしいかなと。
岐阜の、富山だね。でそれでまあ550円でよく、しかもこの昭和といっても一番、まあ一番ではないけど昭和といっても2番目ぐらいに初期型と言われてる方ですね、のものです。だから私はある意味ね、そのまだみんながこんなにわちゃわちゃミニカー動画っていうのをあんまりやってない時からやってたんで、動画を撮ってたんで、まあその時から動画を撮ってて、ある意味良かったなと思います。というのも今ほとんどのミニカーがもうなくなってきてるんで、やっぱりこんだけわちゃわちゃミニカー動画が多いと、まあ、やっぱり他の人も買い占めとかして、新しいのから古いものまで買ってくれたのかなっていう予想はしてたんだけど、まあ予想通り新品から古いものまで、買い占められちゃって、でも古い、ちょっと前に古いトミカとかももうない状態ですね。うん。だから、まあなんていうんだろうね、世の中のスタンドだなっていうのは思います。うん、でそんな中でこれ550円という値段でね、まあ買えたので、まあもう一台買えたんでよかったかなっていう感じで、ちょっと今まで持ってた、これと同じやつは持ってるんだけど、色がちょっと確か白だったかな。それはちょっとまあね、まあ別の事情があってちょっと別のところにあるんですが、まあその別のところにありますとね、ちょっとこう、もう一台欲しくなってきてしまうと。気に入ったものだけですね。だから自分なりのそのカーブダイヤーということで、動画を出すためにもね、ちょっとやってみようかなという感じで始めてはいたんですが、まあこの車はね、非常にこのキャブオールというね、まあおっさんと言われたね、形してる。なんでおじさんって言われるかって言ったら、昔こういう顔したおじさんがいたんですよ。ね。だからそういった顔したおじさんが似てるっていうことで、おじさんっていうふうに親しまれてるという感じでね、キャブオールっていう車があって。で、そのキャブオールという車は、いろんな、まあ、用途に使います。ワゴンバージョンもありますし、トラックもある。で、トラックも、こういうふうにルートトラックから、冷凍車から、ね、荷台の白ボディのトラックから、まあ、様々な用途でお使いいただきますみたいな、まあ、そういった感じで、幅広い用途に使えるよっていうことで、このキャブオールというのです。今ではもうこれ1970年代当初では、まあ、ごくありきたりの車ではあったんですが、今となってはもう珍しい車というふうになっていますね。で、これは一番さっき話のものたように初期型のホイールを履いてます。一番初期ではないんですが、多分おそらく 2番目ぐらいの初期型のデザインのホイールだと思います。これを550円という値段ではまず売っちゃいけんだろうっていう。550円という破格の安さで売ってたので、まあ珍しいなと。今この令和5年と、もう令和5年も終わりますが、年末となりましたからね。ところがもうこの月になってまだ売ってるのかと、びっくりしましたね。もうほとんどのミニカーがない状況の中で、もう平成もいいところの平成10年とか、2020年とか、もう2020年あたりでミニカーでそういうものほとんどないですからね。あの、もう型が古いやつに関しては、現行型じゃないやつに関してはね、ないので、まあそれを考えるとね、よく令和の時代に残ってたなと思いますよ。うん、もうとっくの昔にね、もう実話になってるわけですから、とっくの昔にね、廃車になっててもね、うん、あるいはもう、もう手に入らないっていうふうな状況になっててもおかしくないんですが、まあこれが550円と当たってない安さで、取りました。まあこんな安さで売ってるってことは、どっか誰かが残念なことに大手のリサイクルショップって売ってばっちゃったんですよね。まあ非常にこう、残念だなというふうにはね、思うんですが、このルートトラックっていうね、もので、ありまして。でこれは昔は今で言うとコカ・コーラってのがありますけど、コカ・コーラも昔はこんな黄色だったんですよ。
コカ・コーラのトラップって、あの、トビカリビレットヴィンテージにもね、こう出されたので、見ていただけると分かるんですが、コカ・コーラって一番初期は黄色だったんですよ。で、それを、70年代ぐらいになってから、黄色から赤へとこう変わったんですね。だから一番初期の頃は黄色の、コカ・コーラ社だったんですね。で、それと同じように、今それをおそらくは意識して作ったんだというふうに、思いますね。当時はペプシってのもあったことはあったと思うんですが、まあコカ・コーラに比べるとペプシってちょっと薄い味付けですよね。まあその分砂糖がちょっと少なくしたからまあいいのかなっていうふうに思うんですが、まあその時の思います。私はこれ全体としてやっぱり気に入ってるのはね、カーブザイヤーに選ぶなというぐらい気に入ってるのは、やっぱりこのデザインですよ。やっぱりなんといってもこの、ね、こう、なんか古臭いみたいな感じの顔ではあるけども、その古臭い感じの形してんだけど、でもこの、今にないトラックっていうか、今にの時代にはない働く車感っていうのがあってね。もうさすがにね、もうさすがに50年以上経つ車なので、もうさすがに今の時代となってみれば、もうこういった車、現役で働いてる姿って言ったら、日本全国探してもほんのわずかしかないと思うんですよ。ね、もう会社の お顔のね、第一保険の大企業から小さい会社から、そういった会社のところで使ってる車ってみんなほら、新型が出て間もないと、ね、そっちの方にどんどんこう切り替わっていっちゃうからね。だから、古い、トラックとかバスとか、まあ、そういったものを未だに使っていますっていう会社は、かつ少ないと思う。なぜなら、会社側にとっちゃ、ほら、効率を良くしないといけないってことでね、やっぱりその、新しい新型が出れば、新型が出た方が、やっぱり燃費の方がぐっと良くなるし、設備なんかもぐっと良くなるから、まあ、そうするとね、型の古いものをやめて、新しいものを軽自で買って、新しいトラック買った方がいいやっていう風になってきちゃうからね。だからある意味そういった中で古いトラックに愛着を持って、いまだにうちの会社はこういう古い車も使ってるんですよっていうのは、そういった会社はいい会社ではあるんじゃないかなと思うんですよ。大半の会社が新型が出るとそっちの方が燃費がいいからって、稼ぎやすいからってそっちの方にどんどん取っ替えていく中で、古い車に愛着があって、この車じゃないとなんか仕事した気がしないんだよなって言って、その車で仕事をしてるっていうのはね、一番素晴らしいなと思います。で、そういうわけでもうこの年月の経過ですよね。ここのコカ・コーラの上のこの屋根の上に載ってる看板がね、ちょっとシールが、ちょっと剥がれ落ちていますけども、まあ、これもやっぱり年月の経過というものを、感じさせるんではないかなというふうに思います。まあね、こういった車とかミニカー手に入れるのはね、もう苦労しましたね、5000台以上手に入るのは。やっぱりそれはもう何て言うんだろうね。だからあっちこっち行って買ってきたからね。で、あっちこっち行ったからって、すぐ見つかるわけじゃなくてさ、日にちによっては全く全然納車がなかった時もあるし、納車があってもわずか1台、2台しかない時もあるしね。だからそのためにね、もうガソリン代かけたりね、電車代かかったりしたりしてた時もありましたけど、今はネットがこんだけ広まった時代になるとね、あれだけ苦労して探してたら一体何だったんだってぐらいネットだと、すんなり見つかって手に入れることができたんだけども、ただ最近はね、ネットの世界においても、やっぱりどんどん高くなってるんですよ。メルカリとかヤフオクとか、あとはフリマ系のネットのやつですね。ああいったものの、ね、値段がどんどんもう高くなってきちゃってて、なんていうの、もう手に入りにくいっていうか、そういう時代になってきちゃってるんですね。だから私が連れ始めた時っていうのはまだ安かったんだけども、今はもう値段も高くなっちゃってるし、物が物だけにも希少品になってきちゃってるから、もうなかなかネットでも手に入りにくいよというふうな状況になってるんですね。で、その中で、まあ、集めてきた次第で、
いや、これはちょっと別の、同じ車だけど、ちょっと別のもう一台の方になるんですが、まあ気に入ってたんですね。やっぱり、なんだろう、5000も超えてくるとですね、もう100台ぐらい超えてくるあたりぐらいから、やっぱりこれだけはやっぱりなんかちょっとね、いつでも手元に置かないと、なっていうのがあって、で、それがすごくこうあるもんですから、やっぱりこう手元に置いてな、手元にないとなるとね、やっぱりこう、なんとなくこう、気分的に落ち着かないと、いうものがあって、あるんですよ。ですからこういった車が、あるとね、非常にいいなと。やっぱり一回りしても、いろんなミニカー続けても、一回りしてもやっぱりいいなっていう車があってね。だからそうすると、いろんな数限りない車がある、ワンチャがワンチャがある中で、なんだろうな、やっぱり、一つはデザインとかそういったものを見たときには、この車がないとやっぱりダメやなっていうのがね、あったりします。で、その一台がこの黄色の、過剰化の一台の中で、カーブザイヤーということで、並べていただいた のがこの黄色のね、こういうコカ・コーラ、コカ・コーラじゃないよ。飲料を積んで運ぶ車ということになりました。どうなるか。